市民球場です。横浜 DeNA ベイスターズ対東京ヤクルトスワローズ、この試合の模様をお送りいたします。ベイスターズの先発はルーキーの石田、対するスワローズの先発は左の山野、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなくプレイボールです。右の石田、マウンドに上がります。スワローズ打線相手にどういった投球を見せるのか。まずは1回の表、トップバッターは伊藤。背番号67。さあ6球目、打った、1、2塁間のゴロ、西浦ボールを掴んだ、1塁へ送る、石田取ってアウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番小森。第6球を投げました、外角、見逃し三振。バッターは3番増田。増田背番号63。第1球投げました、打った、強い当たり、入れば先制だ、さらに伸びていく、場外への特大ホームラン、先制ホームラン、白球アップ場にも場外へ、スワローズ1点先制、1対0。チームメイトが迎えます。リプレイで先制の場面をご覧いただいています。バッターは4番浜田。背番号51。第6球を投げた、打ちました、いい当たり、行ったか、どうだ、入るか、フェンス直撃、バッターランナー1塁蹴って、2塁も狙う、バッターランナー2塁でストップ、浜田ツーベースヒットを放ちました。バッターは5番内山。石田ピンチの場面でどういう投球をしてくるか。第1球初球を打ちました、あっと右中間、どうだ、センター交代、ヒット、浜田一気にホームへ、スワローズさらに1点追加、2対0。中継、内山タイムリーツーベース、ベイスターズなおもピンチが続きます。リプレイをご覧ください。さあ、ツーアウトランナー二塁という場面で三ツ俣、背番号66。投げた、打ちました、内野ゴロ、知能取った、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。1回の表が終わって2対0、ベイスターズ先制点を奪われています。2回の表、これからスワローズの攻撃に入ります。先頭バッターは DH の北村。第1球投げた、初球を打った、これは内野ゴロ、森ボールを取る、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは8番西村。背番号36。第7球は打ちました、ピッチャー返し、抜けた、西村いいバッティングを見せました。バッターは9番北村。背番号第4球を投げた、145キロ直球、空振り三振。打順はトップに帰って伊藤。最初のバッターボックスは内野ゴロ、打った、ファースト正面、西浦掴んだ、西浦そのままベースに入ってスリーアウト、一塁ランナー西村残塁に終わりました。2回の表が終わって2対0です。スワローズこの回は上位打線から始まります。先頭バッターは小森。第3球を投げた、打ちました、ショート右、抜けた、小森ナイスバッティングです。バッターは3番増田。これが2度目のバッターボックス。投球これから4球、打ちました、抜いていった、中継、増田いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。打った、セカンドゴロ、ゲッツーになるか、二塁送球、二塁フォースアウト、ショートから一塁送球、アウト、ダブルプレイ、ベイスターズなおもピンチが続きます。流し打ち、どうだ、三塁ランナーはホームへ、あっと抜けた、スワローズ1点入りました、3対0。内山タイムリー。さあ、これでツーアウトランナー一塁。先ほどのプレーです。右バッターボックスは6番三ツ俣。最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。これは引っ掛けた、森ボールを掴んだ、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。3回の表が終わって3対0、ベイスターズこの回1点を奪われています。
ベイスターズ追う展開で迎える3回です。ワンアウトランナー1塁という場面で西牧、第9球投げました。初球から打ってった、右中間へ掴みました。ランナー1塁に戻ります。これで2アウト。ゲームは中盤戦に入ります。先頭バッターは指名打者北村。最初のバッターボックスはおつけて打った。打球はライト右へ、ヒットになります。北村ナイスバッティングです。バッターは8番西村。第1球投げました、見送ってボール。第2球投げました、ここは振ってきました。ピッチャーの左へ転がした、一塁送球アウト。ランナー二塁に進みました。ワンアウトランナー二塁に変わります。右バッターボックスは9、打ちました。ショート後方のフライ、森バックしていった、取りました。これで2アウト。ランナーは二塁変わりません。バッターはトップに帰って伊藤、打ちました。西牧取った、一塁へ送る、アウト。スリーアウトチェンジ。二塁ランナー北村残塁に終わりました。4回の表が終わって3対0です。スワローズこの回は2番からの好打順。先頭バッターは小森。第1球投げました、打ちました。初球打ちセンター方向に持っていきましたが取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番増田。第1球投げた、あっと引っ掛けた、内野ゴロ。西牧ボールを取る、一塁送球アウト。これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスは4番浜田。投球はこれから6球目。絶対に当たりだ、入るか入るか、レフトバックしていった、ヒット。浜田いいバッティングを見せました。さあリプレイです。バッターは5番内山、今日2打点を挙げています。第2球打ちました、これはピッチャー真正面、ピッチャーから一塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。スワローズファーストランナー残塁。5回の表が終わって3対2です。ベイスターズこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは西牧。第1打席はライトフライに倒れています。インコース低め外れてボール。第2球投げた、カットボール見送ってストライク。投げた、ジャストミート、抜けた。西牧ナイスバッティングです。これで2打数の1安打。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。打順は1番に帰って松尾、今日はライトフライとフォアボール。まずは1塁牽制、タッチはセーフ。もう一度1塁牽制球です、タッチアウト、刺されました。リプレイをご覧ください。石田降板、左の石川今日2番手としてマウンドに上がります。今日は配球にも注目したいと思います。スワローズリードで迎える6回です。バッターは青木。投げた、ボール、フォアボール、ストレートのフォアボール。バッターは DH の北村。さあ次の投球投げました、ここで送ってきました。ピッチャーの右へ転がした、キャッチャー掴んだ、キャッチャーから一塁送球アウト。ランナー二塁に進みました。ワンアウトランナー二塁に変わります。バッターは代打沢井。石川ピンチの場面でと初球を打ちました、三遊間の当たり破った、レフトバックホーム。沢井いいバッティングを見せました。ベイスターズなおもピンチが続きます。先ほどのプレーです。さあピンチが続く場面で迎えるバッターは北村。今日は三振と、あっと引っ掛けた、これは内野ゴロ。森掴んだ、セカンドフォースアウト、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。今日2回目の併殺でこの回を終えました。6回の表が終わって3対2です。試合は終盤7回に入ります。トップバッターは伊藤。投げました、変化球、空振り三振。バッターは2番小森。次が6球目、投げました、打った、三遊間。森ボールを掴んだ、一塁へ送る、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番増田、今日はホームランを打っています。投げました、ストレート、空振り三振。石川上位打線を三者凡退に仕留めています。7回の表が終わって3対3です。
同点で迎える7回です。ノーアウトランナー1塁という場面で西巻第9球会心の当たり、バット取れない、中継、西巻ナイスバッティングです。ベイスターズ勝ち越しのチャンスを迎えます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。石川降板、マウンド上はウィック、今日3番手としてマウンドに上がります。スワローズ打線相手にどういった投球を見せるのか。8回の表、これからスワローズの攻撃に入ります。先頭打った、これは強烈、打球はそのまま伸びていく、ぐんと左中間へ上がってレフトセンター、見送った、ホームラン、ソロホームラン、左中間スタンドへ吸い込まれていった、初球を持っていかれました。ウィックがっくりと肩を落としています。素晴らしい一発をベンチも祝福。リプレイをご覧ください。バッターは5番内山、今日はここまで3打数2安打、投げた、空振り三振。バッターは6番青木、次は4球目、投げた、打ちました、センター前ヒット、青木いいバッティングを見せました。さあワンアウトから同点のランナーが出ました。先ほどのプレーです。スワローズ代走を送ります。並木一塁に入りました。バッターは指名打者北村、指名打者第9、一塁ランナー出た、これはストライク、キャッチャー二塁送球、間に合うか、盗塁を許します。さあリプレイです。ベイスターズ外野は浅めの守備を取ります。投げた、打った、引っ張った、左へ打っていったが、これは切れてファール。第3球を投げた、ボール。第4球は打ちました、痛烈、入れば逆転だ、伸びた、伸びていった、場外ホームラン、逆転ツーランホームラン、まさに目の覚めるような一発、スワローズ逆転6対5。さあチームメイトからも祝福を受けます。こちらが先ほど逆転のシーンです。バッターは8番沢井、第3球を投げた、低め、空振り三振、沢井全くタイミングが合いません。右バッターボックスは9番北村、今日は打ちました、西巻取った、サードから一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。8回の表が終わって6対5、ウィック、この回2本のホームランで3点を失いました。同点で迎える8回です。ツーアウトランナー一塁という場面で西巻、第1球ストレートはボール、第2球投げました、2球目ストライク、ランナー走った、投げました、あっとヒットエンドランをかけた、ワンバウンドヒットになる、中継、ベイスターズここで勝ち越しました。ベイスターズ貴重な1点を追加、7対6、西巻タイムリーツーベースヒット、今日これで4打数の3安打。今野降板、マウンド上ピッチャーは石原、今日6番手としてマウンドに上がります。どういった立ち上がりを見せるか。打順はトップに帰って芝、第1球ストレートはボール、第2球投げました、カーブはボール、外角高め、投球は3球目、投げました、ボール、次は4球目、投げました、打ちました、第5球投げた、決まった、ストライク、投球はこれから6球目、145キロ直球、空振り三振、石原ここは抑えました。8回の裏が終わりまして7対6です。ウィック降板、そして最後は守護神の三島、最終回1点差でマウンドに上がります。スワローズ打線相手にどういった投球を見せるのか。さあ4球目、打った、痛烈な当たり、抜けた、伊藤ナイスバッティングです。さあノーアウトで同点のランナーが出ました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。右バッターボックスには小森、今日はここまで4打数1安打1三振、第9、あーっとキャッチャー取れない、上皇今拾った、
第2球投げた、ボール。第3球を投げた、あーっとショーフライになった、掴みました、送りバント失敗。これでワンアウト、ランナーは二塁変わりません。ここまで2安打、打った森、ボールを取る、ショートから一塁送球、アウト。増田、いい当たりでしたがショートゴロに終わっています。これでツーアウト、ランナーは二塁、打ちました、サード左へのゴロ、サードこれは守備範囲内、アウト。試合終了です。ベイスターズ1点差で逃げ切りました。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。